ちょっとエッチな青春アニメの次回予告ナレーション。なんで俺が2人？過去にタイムスリップしちゃった俺はもう一人の俺と出会う。なんとそいつひばりちゃんに抱きつこうと。次回胸キュンピーチ第18話、時をかける厚弘。俺どこででもエッチです。